12月19日、1日の取引を終えました。日経平均株価は昨日に比べて127円53銭安い2万トンで987円92銭ということで、2万1000円の節目を割り込んで終えました。トピックスも昨日に比べて6ポイント安の1556ポイントでした。今日東証一部に上場した通信子会社のソフトバンクでありますが、こちらの IPO、過去最大 2.6 兆円の IPO が失望感の漂う内容に終わったということであります。公開価格の1500円を割り込んで始まり、終始公開価格割れ、最後は安値引けというソフトバンクの失望感から東証一部は売り物が先行しました。一方でソフトバンクが期待外れに終わったところで、ソフトバンク人気があればそちらに向かっていたような資金、例えば新興市場の資金は新興市場にとどまり続けました。マザーズ指数10ポイント高の 885.94 で終えています。ジャスダック平均も9円安にとどまっています。新興市場どちらかといえばしっかり底堅い動き、東証一部が軟調な動きとなっています。今日新規上場したソフトバンク通信子会社9434の5分足チャートです。公開価格が1500円でありますから、ここですね、この一番上の青い線が公開価格です。初値形成がこちらは1463円ということで、公開価格割れでスタート。その後も売り物に押され続けて、結局引け値では1282円と今日の安値で引けています。安値引けでありました。ソフトバンクの上場をめぐっては親子上場ということで、やや東証が難色を示すような話も伝わっていますが、既存の株主と、本来の親会社である最大株主との間で、新しい通信子会社の方の株主と親会社の利益相反も想定されると、しかもソフトバンクは先般大規模な通信障害を起こしたということで、そのあたりも売り材料にされたのかもしれません。親会社の方を見ておきましょう。9984のソフトバンクグループの方の冷やしチャートです。こちらも最近売り物に押されています。今日は安いところで8000トンで28円まで売られました。こちらも 0.9% と、グループの方も 1% 近い下落で終えています。日経平均株価の冷やしチャートを見ておきましょう。日経平均冷やしであります。こちらですね、今日はだいたい 0.7% 程度、127円の下げということで、昨日の安値をさらに割り込んで2万トンで880円まで売られています。安いところで2万1000円割れ、そして終値でも、わずか13円ではありますけども、2万1000円の節目を割り込んで終えました。こうした中で、新興市場比較的堅調な銘柄が目立ちまして、マザーズ指数は今日はプラスで終えています。マザーズ、そうは言いましても足元の売り圧力かなり強く、大規模な大きな陰線を3つ続けて売られた後、そして今日はなんとか下げ止まった格好で 1% 強の上昇で終えています。こうした中、アメリカなどを見てみますと、外部環境、特に原油価格ですね、1バレルが50ドルを割り46ドル付近と、かなりの原油安が続いているということで、東京市場では今日相場全体冴えない中で、原油安がメリットになるような業種が買われました。その代表格、筆頭格が空運株でありまして、原油安、燃料安といった連想なんでしょうか。9202 ANA ホールディングスはこの冴えない相場の中で値を保ちまして、今日は 1.3% 52円高で終えています。今日は通信子会社のソフトバンクの IPO 公開初日でしたが、こちらがやや失望感の漂う内容だったということで、東証一部は軟調な動き、対して新興市場からはあまり資金が逃げませんで、マザーズ指数はプラス圏をキープして終えました。以上、大引けの模様を東証アローズからお伝えしました。